はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日4月10日17時30分を回ったところでございます。そして本日のゲスト、 ICT コミュニケーションズ株式会社代表取締役の内野義明様においでいただきました。はい、はい、それではこんにちは。それではですね、まずは自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、はい、映りますかね。あ、はいはいはい、はい、私どもの会社では、はい、主に IT の教育ですね、うん、IT の教育、はい、で特に今私たちがお付き合いをさせていただいているのは、はい、パソコンスクールの先生や、うん、あるいはフリーでやっているその講師の方々に対して、うん、例えばiPad の講習をやりたいといった時には iPad のこう、うん、いわゆるこうなんですかこう先生としての知識であるとかっていうのを検証させていただいたりとかもしておりますし、お客様から要望があれば、例えば iPad なり Excel なり Word なり Office なり、うん、いろんなその IT 関係の教育を、まあ、パートナーの講師とともに、はい、提供させていただいているというのが、まあ、メインの事業としてやっております。なるほど。そうすると教育が中心なんですね。はい、そうですね、IT の教育という意味では全般的に携わらせていただいてます。はい、あ、はい、なるほど。そうすると私たちも教育関係なので、はい、少し被るところがもしかしたらあるかもわかりませんね。ちょっと同業と言いますか ライバルと言いますかはい、ただ、ね、業界というか、はい、分野がね、違いますので、ね、はい、私たちは企業研修ですけど、はい、企業もやられるんですか。企業もたまに、やりますし、最近少し増えてきました。あ、そうですか。はい、例えば企業ではどんな研修なんですか。特にこの iPad を導入したんだけど、うん、なかなか使いこなせないんだよねという相談が一番多いです。あ、最近企業さんでも iPad 導入される企業さん結構ありますもんね。はい、うん、そもそも導入するときにはこんな簡単なツールなんだから研修いらないよねという感じでいられるそうなんですけ ど、 なるほど。いつの間にかこの iPad を検索というふうにしてみると、うん、外出してるはずの営業マンの机の中にあると、うん、使ってないことがですね、使ってない、実は結構あるというふうにお聞きをしまして。なるほどね。はい、それなんでだといったときに、うん、そもそもがわからないと、うん、だパソコン慣れている方々がやっぱモバイルツールを使いこなすには、うん、やっぱある程度の意識や、うん、あるいは知識が必要なので、そうですよね、そういったものは企業研修とやっぱやるべきだよねというふうに気づかれている企業さんがここで増えてきたという印象です。うん、はい、でこういうもの、こういうね、そのいわゆるツールっていわゆるその使われちゃうんじゃなくて、はい、使いこなしていかないと意味がないんですよね。はい、これを使うために何かしなきゃっていうんじゃなくて、はい、何か目的を達成するような効率よくそこに行こうっていうためのツールですもんね。はい、おっしゃる通りですね。うん、はい、よくある話がこれを使わなきゃいけないっていう、そこにね、フォーカスされてしまうと うまくないですよね。はい、そう思います。はい、ありがとうございます。ちなみにですね、この ICT って、ね、はい、会社名の一番最初についているんですけども、どんな意味があるんですか。実はこのよく見るとこのコミュニケーションっていうのは真ん中の C なんですね。うん、はい、で日本の言い方としては、経産省は IT と言っています。うん、IT、インターネット、はい、いや、インフォメーションテクノロジー、インフォメーションテクノロジー、インフォメーションで、総務省系は ICT と言ってる傾向がどうやらありまして、うん、例えば経産省が言ってる IT は技術を追求する方、はいはい、で ICT と言ってる総務省はどちらかというとコミュニケーションが入っているので、うん、生活を豊かにするために、うんうんうん、この IT ってどう使うかというふうな分野にどうやら僕らとしては見えるので、あ、まあ、僕らとしてはどちらかというと個人の方や、あるいは事業の方たちが IT を使ってビジネスに生かす、個人の生活を豊かにするといったことのサービスとして何か提供できたらなと。でしかもコミュニケーション図になってますので、そういった方法をたくさん僕らが持つことによって提供できる、なるほど、その幅を広げようという意図で、あ、はい、あえてダブらしています。なるほど、はい、で図という複数形なわけですね。そうなんです。はい、で本日はですね、この複数形の中の一つ、はい、パンダスタジオっていう、はい、いわゆる何でしょう、この映像を、を創作するというか、はい、作る仕組みを、プラットフォームをね、お持ちになられているということで、そうですね、ご紹介をいただきたいんですけども、はい、私たちはこういった研修ビジネスをしていて、うん、やはり研修に立たせていただいている時には、うん、絶対時間がそのいわばこうビジネスの時間ですけれど、ね、限界ありますよね。はい、いわばその限界を突破するためにビデオ化をずっと進めてたんですね。はいはいはい、でそのコンテンツをたくさん作っていくうちに、うん、作り方として、うん、じゃあもっといろんな工夫ができるんじゃないか、はい、もっとコスト下げる方、もっとスピードを速くできる方法なんじゃないか、いろいろ考えた結果、うん、パンダスタジオというですね、今秋葉原に本部を構えている会社があるんですけれど、うん、
そちらの方でやっているノウハウが非常に僕らにとってこうマッチしそうだということで、あのスタジオ拝見に行き、で私たちでこれを採用させてもらえないかということでフランチャイズとして展開することにしました。はい、これパンダスタジオというのはどんな特徴があるんですか？あのいわゆる黒巻き合成といいまして、よくあるこう緑の、ね、幕貼ったり、はいはい、人間が映っていたら後ろにこう動画が映って背景が変わるとか、それこそ宇宙に浮かんでるようなみたいな、ああいった映像とかも作れてしまうキットをソフトウェア的に合成ができるんです。なるほど、はい、ですので僕らは例えばこういった iPad をこうやって操作をしながら、ここに実は映ってます、映ってると、でここを見ながら説明をしますしてて、っていうのがこうすごくかっこよく、スタジオっぽく撮れると、ね、はい、さっき少しね映像を見せていただいたんですけれども、まさにニュースキャスターのように、はい、黒巻でその人しか実際は撮ってないんだけども、セットとかは全部合成でね、はい、そうです、まさにニュースキャスターのようなそんな映像も作れるわけですね、はい、そうです、はい、で私たちは今まで貯めた自分たちのノウハウやコンテンツをそういう形で表現をしていこうと、いうことで今展開をし始めたところです。コスト的にもだいぶ安いんですよね、はい、これご利用させていただく、まあ、具体的な数字はいいですけども、はい、多分まあプロのテレビスタジオの設備を考えると多分10分の1以下、下手すると20分の1ぐらいでできてしまうかもしれない。相当安いですよね、はい、でちなみに、どんな場面でどんなそのコンテンツを作るのに適しているんですか？あ、なんか音楽が入ってきましたけど、そうですね、まあ、そちらに映るかどうか分かりませんが、少しこういった製品紹介、ああなるほど、はい、あ製品紹介で今これ実際にやられてるわけですね。そうですね、あ、内野さんが出演されてる、そうなんです、私もその、これ鼻のとこ書いてるところいいですよ、これプロっぽくないもう少しプロっぽくなったなるほど。で例えばまたこれ の、あの製品紹介だけでなく、今度会社の紹介であるとか、はいはいはい、あるいはいろんなその出版物であるとか、いろんなそのプロモーションに使ったりとかっていうアイデアが多分こういった簡単に取れることによって、今までは1本にたくさんのお金をかけてたと思うんですけど、それだけのお金がかかるんだったらたくさんのものを逆に作っていくというふうなことができるんではないかなと、はい、そうかそうか、私たちなんていうのは e ラーニングを作りたいなと思っているんですよね、はい、だからそういう意味でもこういった合成のね、黒巻合成でこういった e ラーニングの映像を作れると、はい、まあ、それもコストを抑えてね作れるとすごく助かりますね、はい、うん、多分もう実際に僕たちはこの映像とかの品質はここまでくればある意味グッドイナフだと、これで十分という領域で、コンテンツの中身であるとですね、本当にお客さんに伝えたい内容、あるいはお客さんの要望している内容を映像化していくことに努めることによって、もうやっぱ双方向のこうビジネスの価値が上げられるんじゃないかということを、ね、はい、もうあの技術やインフラ整ったって感じですね。そうですね、そういう意味ではね、はい、でそこからじゃあ我々何で勝負するのかと、うん、そのコンテンツでどう勝負するのかっていうね、はい、ことですね。そうですね、はい、素晴らしいですね。多分やっぱそれぞれの皆さんが本当に頭をこう回転させて使っていくのは、アイデアであるとかそのコンテンツの表現、中身であるとか、そういったことに力を入れさえすれば、あとは何とでもなるという感じに持ってきたいですね。いやなんかすごく手元にそういった技術がもうまさにまた寄ってきたって感じですね。はい、そう思います。あの YouTube だったりとか Ustream とかね、あれがこう世の中に出てきた時はもうすごい僕の映像がね、はい、動画が近くなったなと思いましたけど、まさに、はい、もっともっと質のいい映像が、はい、これを作れるような技術が手元に来たって感じですね、はい、そうですね、もう気軽に、ね、もう私たちはこれをスタジオとして、まあ、少しこの部屋の中にカメラキットを置いて、でもう講師の方が来ていただければ、すぐにいうぐらいの準備を整えておりますので、素晴らしいですね、はい、いや今度ね私たちもちょっと内野さんのね、技術を活用させていただいて、はい、e ラーニングのね、まあ、あの動画を作っていきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というわけで、質問もあのいろいろと用意しているんですけども、最後これお聞きしましょうかね、はい、こうやって内野さんこのやっぱり IT 系のね、仕事をされていて、はい、何がこの何をね大事にしてこの仕事をされているのかなと思うんですけども、はい、大事にしていることを教えてもらっていいですか？わかりました、あの私たちの会社のホームページに実は一番上に載っけているんですけれど、はいはい、ですね、ちょっと小さく、iPad の研修事業について、ユニークな会社になりたいと
なるほど。何か一つの型にはまったんではなくて、はい、いろんなアイデアをお客さんのために提供できるような、うん、ユニークさを多く出していきたいということをですね、今心がけておりまして。ユニークさ、ユニークって例えばどういうことなんですか？はい、いろんな意味でこう今までの教育のなんかこう固定観念みたいなのを打ち破って、で何か一つの完成されたものを教育のコンテンツに求めるのではなくて、何かやっぱやりながら進めたりとか、あるいはその e ラーニングもプロセス管理が重要なんではなくて、本当にコンテンツの中身が重要だというところにこだわって研修プログラムを作ったりとか、あるいは映像を作ったりとか、そのあるいはライブで研修をやったりとか。はい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 、ライブいいですね。はい、今日本全国で、うん、常時20人ぐらいの iPad の先生たちと月に2回オンラインミーティングのシステムを使って研修をやってるんですよ。はいはい、なるほど。はい、からそういったこともやってるのは多分他には多分いないと思うんですね。あ、いろんな形とかをてこう作りながら工夫しながらこう iPad ビジネスを、はいはい、研修ビジネスを広めていきたいなというふうに考えています。学びの機会が、はい、学びの種類が増えてきますね。そうですね。まさにね。はい。はい、というわけで、もうね、あっという間に10分経ってしまうんですね。はい、もうね、もう、ではですね、最後に、はい、感謝のね、気持ちをお伝えするコーナーがありまして、まあ、ありがとうテレビというところですから、はい、感謝の気持ちをお伝えしたいなと思うんですけど、はい、内野さん自身、どなたかに感謝の気持ちをお伝えした人いますか？そうですね、今お付き合いをいただいているパートナーの方々っていうのは前職からのずっとこうつながりなんですね。前は、まあ、ある程度の会社だったので、うん、会社の看板があったと、うん、看板で仕事をしている私に、まあ、ある意味懲りずにですね、うん、個人になってもお付き合いをいただいているという方々には非常に感謝をしておりまして、ビジネスのやっぱ基本を今もう3年なんですけど、まあ、ここまでやってこれたっていうのもそういった方々の支援あってかなというふうに思ってますので。前職の話はされても大丈夫なんですか？あ、多分大丈夫ですね。多分というか、はい、もともとマイクロソフトでね、マイクロソフトの教育事業部を最後の仕事として、教育関係だったんですね。はい、なるほど、はい、そうですか。じゃあ感謝の気持ちを伝えしましょうか。はい、はい、じゃあどうぞ。ありがとうですか。ありがとうございます。ご協力をいただいた皆さんですかね。ご協力皆様、ありがとうございます。また引き続きお世話になりますのでよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。というわけで、もうあっという間に時間が参りました。はい、本日は ICT コミュニケーションズの代表取締役内野義明様においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。